祝言の仕切り直しを行おうとしたその矢先、長政に声をかけてきたのはザビー教団であった。ザビー教教会にて式を挙げると永劫の愛を得るという誘いである。しかしこれは信者獲得を目論むザビーの罠であった。長政はこの枠を削除するべく立ち上がった。婚姻を餌に入信とは何たること。この許し難き悪をどうするべきか。陰謀、真偽到来。あなたの夫は実に純粋だ。還元に乗りこのような僻地を訪れるとは。朝倉との戦も近い。速やかに浅井の力をそげ。わかっていますね。わかってる。兄様には逆らえない。その通りです。誰も逆らえない。婚姻届が入信届に差し替えられていた。これか。どういうことか説明してもらおう。これか。リリュウ、バレちゃしょうがねえ。こうなったら謝っておくのが一番ね。いやらしい目で私を見ないでください。待って、位置を置いていかないで。これか。中政様、位置に頑張るから。ザビー教教義第9節、金のある者には優しく。兄様はお寂しそうですぞ。義力、国王、ようこそザビーの庭に置いてます。余計なことをするな、イチ。怒らないで、イチ。おとなしくしてるから。
ですね。消えてますぞ。こここれ私が作った傑作め。私の科学力見せてあげましょう。お詫びの印ね。これを使ってあげましょう。ウーフェマン花占いよ。おほう、やってみろ。削除は終わった。祈ってもダメな時はダメなのです。あの洗礼名はボンレスと決まりました。好き嫌い好き嫌い、これか。おお、嫌いと出ました。おお、演技でもないことを。長政様が怒ってる。うち、どうしたら。被告は愛を無視している。あなたなら幹部になれますよ。好き嫌い好き嫌い、あれダメこりゃ。
私も死んだ。灰はザビー城の噴水に。奴の言うことなど聞き流せ。花などで運命は決まらぬ。良いな。はい、イチ、気にしてないから。これか、これか。おお、あなた、愛知らない。悲しいね。でも大丈夫、ザビーがこれで愛を教えてあげるね。レッツゴーザビー。私の予言は絶対に。あなたかわいそう。運命を決めるのは花でも記念でもない。それは私の正義のみだ。元気出しましょう。あなた面白いね。滅びよ。それもすごく食材と思え。これも一のせい。一に関わるとみんな不幸になる。仲正様、一のこと嫌いになっていいよ。黙れ一。貴様がそんなことを気にする必要はかほどもない。仲正。
様。まあなんだその、そうメソメソと泣くな。ありがとう一、嬉しい。フフフフフフ。